やるとするか。要するか。セカンド G のゲームだと、これは何なの一体。それは何なの一体。ちょっと楽しみだな。そういった要素があるのか。何これ、誰目線これ。クシャルダウラ目線かこれ。これ初めてやんだよな。完全なる初見だ。ちょっと楽しみにしようね。普通に飛んでんだな。なんかあれかな、和風テイストみたいな、そんな感じなのかな。これ誰、なんかこんなんいたような気がするな。なんか 3G はやったことあるんだけど、ちょっとサードに関しては全然全く知らないで、なんかちょっとあの、おお、何これ、捕獲のあれか。メインモンスター誰なの、こいつなのこいつじゃねえだろな。タチいいな、タチかっこいいな。もういいですね。お、なんかまだありそうだな。でもこれ何だ、なんか青柱とかそういう感じかな。なんかあれで強力プレスの、いや羨ましいな。なんか非常に羨ましいぞ。俺は基本孤独の戦いだから。あー、なんかそう、温泉があるみたいな。なんか温泉があるっていうか、そういうなんかソロ起動なんだよ。なんか今回のちょっと、これどこだ。お、すげえ。あ、いる。なんか面白いな、なんか。ああいう感じなのか。お、これはなんか夜、ちょっとなんか来るんじゃねえか、ちょっとなんか。ナルガ、もうナルガみたいな、なんかあれだね。あ、だからこれもしかしてあいつか、これ。あ、これあいつじゃん。あいつだ。おお、こいつ出てくんのか。おお、モンスターハンターサード、ちょっとポータブルサード来ましたね。ちょっとこれ楽しみだな。ちょっとこれは楽しみなんじゃないか。ちょっとおお、コンテニオプション、オプション適当にやればちょっと、はあはあはあ、行きますか。じゃあニューゲーム、これ何なのこれ。セカンドジマニキ、何だこれ。まあいいや、よくわかんねえ。はあ、あ、そういうのあるんだ。へえ、あ、それいいじゃないですか。ちょっと何、マフモフウォーマー、お供装備って何。そう、ポッケ、お、はあはあはあ、何それ、受け取りデータ、そうね。ちょ、なんだ選ばなきゃいけんそれ。データ参照って、もっとなんか実践的なあれが欲しいな。ちょっとなんか、あ、普通にできたわ。普通になんか両手が、なんていうの、まあ、やろうと思えばできたんだけど、まあ、これの、まあ、このデータ自体ないから、ちょっとあれだね。まあ、ちょっと普通にやるか、ちょっと。
はい。おお。これはちょっとあれでしょう。はい。インナー。タイプ1。ほー。なんか割と少ないな。なるほど。どっちでもいいのか。まあ、多分これ変えれるべ。弱がねえ色。カープ。なんか少なくなった。やっぱセカンド陣があるかな。結構なんか、多いんだな、きっとな。はぁ、あ、はぁはぁ。なんか割とあれだな。どうすっかな。髪型も多分変えられると思うんだよ。予想としては。ちょっと控えめな感じでいっか、じゃあ。あ、これちょうどいいんじゃないで、フェイスか。なんか面白いな。この、お、なんだこれは一体。まあでも普通でいい。あー、どっちがいいかな。なんでもいいけどな。パート？顔パーツ？そんなのあんの？割と思ってるのが少なかったな。スキントーン。あー、まあこれはいいだな。ボイス。これなんかいつものやつか、そのなんか。俺の好きな子ねえかな。あれなんか俺の。結構声って大事よな。ない。俺がいつも使ってるやつもないじゃないか。マジで。それ控えめがいいんだよな。声って結構なんかそう、なんつうの、まあこんぐらいでいいのかな。そのなんかもうバックグラウンドになんか溶け込んでるぐらいがちょうどいいんだよな。俺的な目立ちすぎのもちょっとあるよね。 7ぐらいがちょうどいいんじゃん。デサイド、まあいっか、とりあえずは。はいはい。チュートリアルとかあんの。チュートリアル、まあ一応やっとくか。じゃあよくわかんないけど。てーてれってー。よし。はい。お、またなんかあるじゃん。ちょ、3G やろうと思ったんだけど、なんかその、なんかサードとまた結構なんか違うっていうのが話を聞いて、ちょ、サードやったことなかったから、まあ結構気になったんだよな。そのサードにしかいないモンスターもなんかいるっていうか、まあ、いるっぽいので。まあ、ちょっとやってみたいなっていう感じかな。で、やってみた。でもなんかセカンド G のあれだな。そのデータ引き継げるのなんか嬉しい、ちょっと嬉しいな、なんか。おぉ。でもまた G 級はないのか。これ誰だ。おお、なんかいる、なんかやばいやついっぱいあるじゃないか。危険地域だ。ジンオーガがあるか。これが、これでメインモンスターだ。あれだ、 3G はあいつか。じゃん、お、すげえ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 。何、対決すんの。それ以上あいつかな、なんかあの爆発するやつかな。ちょっと 3DS のちょっとまだよく分かってないんだよな、そのやり方っていうか。ちょっとおお、これ噂のあれか。噂の
なんか、ゆくも村だったかな、なんか。で、ちょっと誰か忘れたけど、なんか、誰かのなんかボスのテーマでなんかこの曲がなんか使われてるみたいな、なんか、なんつうの。まあ、そういった話を聞いたんだが。お、なんかすげえな。すごい綺麗だな。この気の抜けたのが。おぉ。ドリンク屋？集会浴場？ほぉ。温泉から出るにはね、温泉ってどういうあれがあるんだ、なんか。寝るみたいな、セーブポイントか。お、なにこれ。お湯の状態？アクション。ずーぶんなんか楽しそうだな。いいな、これ。え、めっちゃいいじゃん、なんか。何、温泉とかなんか、温泉とかなんかすげえあれだな。ずーぶん楽しそうだな。出るわ。おー、はー、なるほど、はいはいはい。で、どこで、こっち？このまま行っても、今行ってもいいんじゃないの？集会エリア。もうその集会所的にあれか。よし、集会エリア行くぞ。あ、ギガチった。うわ、すげえ。何この格好。え、ちょ、あれって何装備してんの一体。何これ。へぇー。なるほど。セールの気まぐれ、セールのカゴ。気まぐれってなんだっけ？カゴはなんかたまになんかダメージ軽減みたいな。なんかあれだ。多分なんか新しいやつもなんか。でもカゴはなんか、気まぐれは多分あった気がするんだよな。これまたなんかあれか、上位とかあれかなんか。下位上位だな、多分。村長か。じゃあとりあえず村長か。お、誰だこいつ、なんかあれか。ライバルクエスト的なあれかな。誰がいいんだろうな。サード誰がいいんだろうな。まあ、たぶんなんか割となんかまあコンパクトになんかその、コンパクトになんかまとめてる感じがするが。まあちょっと品揃えは後でいろいろ見るとして、まあ多分まあそのうちになるけど、ああ、アイテムボックスここにあるのか。なるほど。で、こっから行くみたいなそういう感じか。まあ多分ここは後々あれだろうな。こうか。さあ、行くぞ。噂の行くの村ですよ。結構広いな。あれ、あいつがいいんじゃん。プーギーがいる。え、行商人のばあさんとかいるのかな。そう、地理関係知りてんだけど、なんか。もう話すが、ココット村とかなんかその。そういうの知りたいな。え、アイルキッチンとかあんのかな。おだ、竜人族か、この。あ、この人が村長。なるほど。おー、なんか、いやば、癒し系の感じじゃないか。あ、なんかあれじゃん。おー、なんか人がいっぱいいるぞ、うちまで。あの人たち、その右の人だよ、多分な。ピンク？まあいいや、ちょっとこっち気になる。これだ、行商バーじゃん、これ。猫バー。猫バーか。お供。一応だけ生変更できる。へぇ。農場で世話するの？何それ。お供ボード。お供2匹連れていけるんだ。すげえ。お供2匹か。ああ、お供2匹寂しい。お、お、お、あ、ちょ、待って、ちょ。特徴して、そんななんの？そんななんのか。レウス。
爆弾ブーメラン。へえ。大型一筋。あ、この人いいじゃん。なんか爆弾、爆弾どうなんだろうな。爆弾もなんかまあちょっと欲しいけど。バランス型、なんかまあ攻撃って感じでいきますけどな。ギルバードショー、攻撃しない。まあこの人欲しいな。はい、いや別に変更しなくていいんだよ。で、まあ、できればなんかあらんだよな。なんかもうひたすらもうなんかぶった切る、もうぶった切るなんか専門でいきますんだよな。まあつってもなんかまあ、勇敢、粘り上手、チャンサってなんだろうな。なんか勇敢がいきやすいんだけどな、よくわかんないけど。ほーん、で、スカウト。この人強いよな。レウス、じゃあこの人行ってみるか。まあ結構強そうだからな。はい、でいいんじゃないの。お供スカウト攻撃方法、ああ建設のみでいいんじゃないの。はい、別にまあこれはなんかまあそんなにあれだな。あ、ちゃんとあれじゃん、パニックの、パニック小賢しい。おお、あ、なんかいろいろなんか増えてるな。なるほど。まあ、勇敢でいいじゃん。性格。毛並み。毛並みは別にまあ。色すげえな、なんか。メラル、あ、メラルの色、あ、いるんだ。はい。あ、これ自宅か。陣容、誰だこれ絶対。そうか、この人か。はあはあ、訓練所。あ、これチュートリアルかもしかして。あ、チュートリアルやってたからな。まあいいか、そりゃいいや。ちょっと徘徊しよう、ちょっととりあえず徘徊だな。なるほど、これか。どうだ俺の自宅、なんか割と広いな。おー、なんか結構なんかあれだね。いろいろありそうだな。情報誌。ギャラリー。ギャラリーはまだいいだ、とりあえず。どれだ、一体。あ、やっぱこれ変えられるんだな。顔パーツ。これ。おお、ブーメランってなんだ。これちょっと楽しみだな。音も育成、育成はなんか結構いっぱいあるな。剣と実践同様の筋トレでいいんじゃないの。瞑想でね、音ポイント筋トレだろ。筋トレだ。装備、ボーンネコピック、なんかそんなのあんの？何？え、お供のなんかあれかな？そういうなんか素材集めとかそういうのあんのかな？もしかして。お供スキル。はぁ、あ、はぁはぁ。またダメ、何？お供同士の注意、何これ？殴り触り行動。はぁ、あ、あ、そんななんだ。コメント？あ、そういうことか。はぁ、あ、はぁ、あ。やってるね。話しかけられんぞ、これ。お、話しかけられんぞ。ほーん。とりあえず寝るか。はい。
なんかアイテムないのかな、ちょっと。寝た。いいえ。インコ。俺のインコらしき物体がいる。おお、この、やっぱこの音よ。何もねえじゃん。何もない。超装備。ほうほうほう。完全なら和風だな。ナルガ来るのかとかいいのかな。意外といないかもしんねえな。ケルビの角。めまい状態。あ、そんななんの。あ、そういう要素があるの。何、めまい状態みたいな。そんななんのか。お、誰だ。行商人。なんか風来の試練とかなんか思い出せない。なんか買う、買うぞ。金がねえからな。貫き、あ、なんか疲労効果。これどうだ。あ、これ、あ、これクエストの穴があるじゃん。おー、なんかいっぱいいるな。雑貨屋か。まあ、とりあえず金貯めてからだな。ちょっと頼むぞ。ダメじゃねえか。何この卵。農場か。はあ、はあ。はあ。訓練できるスペースもあります。訓練じゃないです、一体。ほうほう、またこういうあれか。何これ。虫かご。またなんかいろいろなんか要素あるんだな、きっとな。これ農場か。ちょっと農場行ってみる、ちょっと。何それ。どういう感じなんだろうな。うわ、でも早くちょっとクエストやりてんねんけど、なんかもう。あ、ピッキルのあれな感じだ。はあ、はあ。セカンド G で俺、全然釣りやってなかったな、なんか。農場、農場もやってねえわ。カカシがいる。スケアクローンがいると。これなら信用できんのか。信用ってないっすね、なんか色がずいぶん濃いね、なんか。はあはあ。虫取り。ポッケポイント的な、なんかあれを食べなきゃいけないんだよ、きっとな。説明ちょっとちらっと見るか。うん、まあこれはまあそうやるか。結構なんかちゃんと説明してくれんな。はい。何も持ってないからな。いや、またなんか広いね、随分と。農場はなんかまたなんかいろいろ拡張したらなんかどんどん出てくるのかな。あ、釣りできそうじゃん。ほい。どうだ。あ、意外と。え、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、これ取っとこう。ほー。あ、これなんかよくね、序盤結構なんか大事なんじゃないの、この。金が貯まるという、そういう要素によってたらなんだよ。結構大事なんじゃないか。はあはあ。あ、顔とか一回かなんかあれか、そういうのがなんつうの、やるわけじゃないのか。へぇ、あ、そういうあれなんだ。はちみつを使えと。はい。なるほど。
まあ一回一回、まあ、カン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 やるよりはまあ楽かもしれないな。ピッケルどこだ、ピッケルポイントは。これ農場だべ、農場。で、上の方にいるのか。これ訓練なのか。育成。おう。装備って何一体。あ、オンラインも連れていけるんだ。はあ。なるほど。いや、やっぱあれだよな。いや、やっぱランスだよな。ちょっとランス来てね、やっぱなんか。ハンマー。ハンマーか。あ、ここ誰もいないじゃん。結構広いな、なんか。おー、あ、なにこれ。氷結。何回できんの、これ。マックス多分4回だろ。マックス4回、まあ3回、3、まあ3、4回ぐらいか。多分。まあ普通そうだよな。で、これで。はいはい。これ何？はあ、なんかあの前作のなんかあの鎧。なんかあれかな、なんか。鎧玉とかそういうあれか。行き先選択、自宅、訓練所。あ、訓練所も行けんのか。ちょっとクエストもやりたいのが、ちょっとまずちょっとさっと徘徊しながら。そう、ちょっと演習ちょっとあれな、速攻でちょっと終わらせてないのがあれだろうか。これ雑貨でしょ？これ何？あ、これ武器屋か。どうすかな、まあ、最初もやっぱ片手であれか、ちょっと。ランス何があるの？おーん。どうやってみるのこれ。こうか。こうでこうか。ランスが見たいな、私は。へえ、何があんだろうな、一体な。囲い屋か。とりあえずガード性能とかいろいろ欲しいよな。装備強化、ボムセンサー、武器センサー。ああ、見たい見たい見たい。全然ないじゃん。やっぱ素材持ってないからか。スラッシュアックスはもうアサードからあれなんだ。なるほど。装飾品、はあ、なるほど。まあそういうあれか。何それ、謎の要素がちょっとあれだな。うわ、ちょっと早くやりて。これはちょっとこれ気になる。これ何、これブースト融合してやると攻撃力がある。ほう、それあれかな、んか一回、まさか装飾品的なあれなんかな。一回しかできない。で、それで強化したらどうなんだ。あー、なるほど。ダメなんだ。あー、なるほどね。まあでもやる分には全然なんかあれだろう、なんか。問題ないだろう。まあ攻撃力上がるってのもあれだからな。もみじ。ああ、いいですね。あ、なんか全部あれだな。炭鉱部ができる。なんかあれがあるのか。ほーん。あ、そういうあれか。あ、素材がやっぱ必要なんだ。なるほど。またなんかいろいろあるんだろうな、きっとな。いろんな要素があるんだな、きっと。で、これは農場だべ。農場。で、訓練場では左の方か、じゃあ。こういったべ。で、自宅だべ。自宅。話また変わってんのかな。出た、ケルビ。ドスケルビでもいいのかな。ここは訓練場。さあ、行くぞ。初心者演習、ちょっと、あんたの心へ。
それはまあ別になんかあるわ。無料クエスト。アイテムの持ち込み、あ、そうなん、禁止なんだ。はい。基礎訓練。基礎訓練か？これ全部ねえの、して。全部ねえの、さすがにな。ドスジャギー。はい。生に行くか。どうやるの？ポポ的な。アプトノスとかなんか。これどこ？何ここ？謎の大地に来てしまった。なんか警告みたいなあれかなんか。はい。ベースキャンプ。これもあれだな。さってやってなんかあれだな。さってやってさってやればいいんじゃないの。ちゃんとなんかあれだな。はい。おー。ちょっと早くなった。このなんか、取るの。まあ、とりあえずあれだな、生肉の。はいはいはい。おー。あ、なんかエフェクト面白いね、なんかね。地図があり。あそこしか行けないんだ。ほーん。あれもミドルゲージじゃん。あ、お風呂だからか。あー。あ、なんかいたな、こんなやつなんか。なんか 3G は結構やったんだ。 3G も結構やったんだけど、なんかあれなんだよな。なんかそのやっぱ、ガーグア。なるほど。はい。ちょっとやってみるか、じゃあ。ものは試しに。でかいな、ちょっと。おぉ。あ、なんか意外とあれだな。多分逃げる。ほうほうほう。なんかあげてる。あ、これなんか、これ真実だね。よし。はい。切れ味。まあ、切れ味も大事だな。まあ、そこら辺もなんかあれだろうなんか。はい。まあ、そこら辺ちょっとやりながらって感じでいいかな。で、アイテムの持ち帰り禁止って言ったよな、なんか。じゃあ別になんかあれか、取ったとしても。特になんか何もないのか。てれれれん。お、なんかいるぞ。なんか変なやつがいる。なんか謎の物体は。誰？カメ。これ取れんのか、これ。何も取れない。いや、結構嫌なんか、いや、そう、3G やった場合にはなんか、覚えてないんだよな、やっぱなんかな。全然ってか、まあ、なんかあれなんだよな。はい。やっぱやった時期によって違うのかな。子供っつうかなんか、なんつうか、よりなんか若い時にやった方がなんか、記憶としてなんか残ってる感じがすると、ちょっと。で、とりあえずあれか？これでおしまいか？おぉ。てれれれ、クエスト確認。何、お金もらえんの、これ。そして寝ると。アイコンが出るの、初心者だ。へい。これで村長のとこ行けばいいのか。さあ、行くぞ。あ、いいのもらえた。あ、いいじゃないですか、それ。あ、結構大事だな。ペイントボール、あ、いいじゃないですか。これで OK。 まさかこれ全部やるってやらないのかさ。村、あ、自宅でよかったか。自宅でなんかあれじゃん。これで、そう、村長になんか、まさかこれ全部やるなんて言ったら、ちょっと発揮つかるんちょっとな。さあ、どうだ。はい。ああ、ちょっとやりたいな、ちょっとなんか。まあ、浴場あれだろ。まあ、とりあえずは村系からでしょ。
なんかフルフルとかいいのかな、ゲイロスとか。あ、割ともう見てもらったぞ。カラメのクエスト、お線香、お、いいですね。レベル1。キークエスト知らないからな、ちょっと興味がありそうな。特産キノコ来ましたね、ついに。ケルビー。ジャギー、ブルファンゴ、ブル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 ファンゴ、ブルファンゴ、そりゃそうだろ、ブルファンゴだろ。どうだ、あっちか、ミノーが。ブルブル、ブルブル、ブルファンゴ、ブルブル、ブルブル、ブル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 。ブルファンゴ、当たり前だ、ブルファンゴに、そりゃそうでしょ。それはどう考えてもそうでしょ。どうだ、ブルファンゴ。これ誰、誰この人、この変な時に言うけど。あ、音も。あ、トレジャー的な、なんかあの、あれかな、素材を持ってこいみたいな。誰、預ける、え、何それ、そんななんの。でもすげえのが俺だな、全部シースだな。え、めっちゃシースじゃん。あ、やっぱ黄色ゲージか。まあ、そうです。まあ、そりゃそうだな。おー、あ、これ携帯に、あ、まあ、いいんじゃない。刺身魚。あ、演習のあれか、ちょっとあの、あ、そこ、何をしてました、演習のあれも 何をしてたんだ、まあ、記憶には。とりあえずブルファンゴ探すか。どうだ、ブルファンゴは。ブルファンゴどこにいるの。お、こいつあれかな、あの、謎の。あ、ここはなんか見覚えあるな、この。ここは見覚えあるぞ。お前誰だ、ジャギーか。噂のジャギーとかそういうやつか。そういうのが、あれなんだ。その向こうのランポスなんだろう、きっとなんだ。お、ブルファンゴどうだ、俺ブルファンギー探してんだよ。まあ、しばらくはなんかもうこの携帯ショールあるからなんか。あ、多分あれだろ、そのアイルキッチンやらないやらで、ちょっとなんかいろいろ拡張できんじゃん。アイルキッチンあんのか、そもそも。あ、なんか温泉でやんのかな、なんか温泉でやるっぽくないのか、そんなんか。体力なんか増強みたいな。これいけなくね、あ、いけんのか、どこ、いた、ブル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 ファンゴ、ブル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 、全然広まないんだけど。お、あ、今のあれか、カモか、うい、とりあえず一旦ちょっと範囲取ってみっか。じゃあ何て言ってたっけ、まあいいや、適当にちょっと破壊するわ。あー、なんか面白いな、このマップ面白いね、なんか。お？大丈夫？なんかすごい不安なんだけど。え？なんかいる？あ、これなんか通しちゃうのか。こいつ何これ？え、こんなやついたっけ？何これ、ランゴスタみたいな、なんか変なやつ見てるけど、なんか。何や、わけわかんねえの。わけなかんないっぱいいんだけど、ブルワンゴいねえんだけど、なんどこ突き歩いてんって。道がなんかわけわかんねえな。これいそうじゃない、これなんか。ここでしょ。おー、こういうとこにいんだよな。何体倒せって、5体倒せって言ったっけ。てててリリリリリリ、なかなか広まるんだよ。お、頑丈だな。何今の。ただけ、なんだかそんななんか使った、あ、なんかその 3G でなんかあんま使った気がないんだよな。今日なんかもうずっとランスばっか使った気がするから、なんか。ねえ、これ。なるほど。てるるフェー、ここが。ここら辺ちょっとうろついてればそのうち出てくんじゃないか、ちょっとなんか。お、これアイル村か。これね、これ。お、なんかあるぞ。これは行かなきゃいけないだろ、ちょっと。謎の物体が。もう完全集落じゃん。これぶっ飛ばしたらどうなんだろうね、これ。ああいうのぶっ飛ばしたらちょっとあれか、やっぱなんかやられるのか、ちょっと。これなんかありそうじゃないか。ここはのぶといのなんか、君たちは。どこだ。あの、これ徘徊しながら行く、なんかあれだな、楽しみがあるんだ。これブルファンゴ復活してないかな、ちょっと。ブルファンゴ復活してほしいんだけど。そういうパターンが俺的には望ましいんだが。どうでしょう。あれ倒れてないのか。
何これ。なんか結構多いな、こういうあれが。そういったなんか感じあるね、要素が全部多いな。まあでもそれは普通のことか。でも割とまあ普通っちゃ普通のことでも誰かいないのかな。最初はないと遭遇するんだろうな。とんでもない化け物でなんか遭遇するのかな。そのうちここがこれ何、お米いいんじゃん、プルパンに。お、なんかあれ蜂蜜っぽくないのか。お、もう全然把握しないからな。もうよし、昼間なんだったらな、とりあえずあるな。いや僕あのいつもの声になるとかちょっと多少なんか 3体がてー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 、これだろ、これだ、これ蜂蜜ポイントか。セカンドジャンを相当やったからなんかあれだけど、大体なんか把握したけど、もう特産キノコとかの場所もわかんないからね。ちょっとあれない、あ、ない、あ、そっか、もう、あ、なるほど。もうこれ以上取れませんよってなったら、なんかあれなんだ、そういうのがもうないんだ、そのまあ、じゃあ、まあ、なんと、まあ、そういう無駄がなくなったという点で、なんかかなりあるんじゃない、ね、あのマークは。ね、このアイルマ、あ、お供のあれか。そうか。え、ちょっと許さます。あ、これ特産キノコっぽいね。これ特産キノコか。これ何、特産キノコ、これでさっきの中でもう一個の特産キノコのクエストをクリアできんじゃん。ちょっとキノコ系も重要だからな。ちょっと採取、俺採取で農場ちょっと行って、ちょっと農場行くでしょ、そりゃ行くでしょ。もう全然なんか取れねえじゃん。パートどんぐらい行くのかな、行っても30ぐらいか。 GQ が多分 GQ がないからな、 GQ がないから、まあ、まあそんなに行かなくてその気がするけど、いえ、まずブルファームでしょ。はい、生肉多い多い、割と少ないな。おお、なんかいろいろ集めてくれてんね、助かるわ。おお、なんかあの早くなったらなんかあのデルルルペがなくなったから、なんか楽は楽だがちょっと若干物足りないような気もなんかしなくもないっていうか、まあまあそこら辺はいいでしょう。ええー、ちょっとじゃあまず農場行くか。農場行ってちょっとまあ状況把握して、鉄鉱石とかやっぱあれだよな、やっぱやんなきゃダメだよな、ちょっとな、ちゃんとな。あ、そう、これなんかあの、ちゃんとあれよね、あれもやんないとな。どこだっけ、これか。これでも便利だね。はい。これでもやっといた方がいいでしょ、これ。割となんかこれ、便利なんじゃん。で、ちょっとあの虫のあれが気になるんだよな。あ、これで採取するの。おー、なるほど。で、これをどんどん拡張できるって感じ。おー、来た。これはな、結構重要なんじゃないか。ちょっとやろうぜ。アイテム使う。はい。で、これでやろう。OK と。もうだんだんこれが、すげえなんか恐ろしくも、なんつうの、効率的になってくるんだろうな。やればやるなんか。どんどんなってくる。そうやってなんか。サード何がいいんだろう、一体。赤ムトロムとかいるのかな。赤ムトロムなんかいっそなんかいるようなことをチラッとなんか見たような気もしなくもない。生肉いらんか。これもいらんべ、これもいらんか。まあとりあえず持っといて、あ、お金あれか。そう、お金持ってんだよな。ちょっと買っとくか。じゃあこっか。まあ薬草欲しいな。回復も欲しいよ。これも欲しい。あべ、やっちまった。まあ、いいか。ほうほうほう。ラニアクロスだっけ、なんかあれとかいねえんだよ、確かに。お、なに、ほうほう。床物来てどうなんだ、鉄鉱石。なるほど。まあ、とりあえずそれも、ま、取ってくる。まあ、取っておいたらしいな。お、なんかあるぞ。渡したいもの。お、それは助かるな。これなんかあの、音も鳴るし、なんか。まあ、いいや。10個。はい。まあ、特産キノコやって、あとはケルビもやってみて、適当なのちょっと選べたら、ちょっと。特産キノコどうなんだ、まあ、一個なんか発見したよな。まあ、どっかしらちょっとあれだな。適
急転車排ガスか、ちょっと。これ何が乗ってる？戻り玉とか欲しいの、ちょっと。最初はこうやってなんか肉焼きセットも用意してくれるな。全部審査あるんだ。さあ、特産探すか、ちょっと。まあ、なんかジメジメしてるところある。でも、モスがいねえんだよな。そのモスが いないからあれか、ちょっとそれがわかんねえよ。今までその頻度があったから助かったけど。こういうとこ普通にありそうだけどな。でもやっぱ気温なんかやっぱあれだな。ジメジメしてるところだね。まあ、ジメジメって、ここ全体的になんかまあジメジメしそうだけど。そもそも。てて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 てまずここだべ。ちょっと蜂蜜も採取するって感じでいいんじゃないですか、なんか。何あれ、何あれ、あ、虫か。簡単すぎな。勝てやな。なんか振り上げがあるな。なんか新しいアクションがあるね。なんか普通の、なんか面白いな。謎アクションが追加されている。ランサー何が追加されてるんだしたら。あ、ランサーガードダッシュみたいな、それだっけな。ガード。なんか押すみたい、なんか押すやつだったよな。あ、これじゃねえか、これだ。しかもなんか結構なガンガン手に入るんだよな。さっきのなんか箱ぐらい手に入ったぞ。これなんか余ったやつなんかあれに、あの、換算されないのかな。ちょっとなんか、あの、ポイントみたいな。ポッケポイントみたいな。いけんじゃねえか、それで。まあ、とりあえずは、ヘイ。ロイヤルハンに手をつけないと。ゆくもポイント。ほう。え、お金持てないとあれなの。え、なんかめっちゃなんかポイント止まってないの、もうすでに。ほうほうほう。アクション。指差し。どういうことだろうな。シャドウ手に。あ、シャドウボクシングか。くつろぐ。じゃあちょっと蹴るべきか、じゃあ。テイレイテイレイテイ。ケルビはまた違うとこにあるのかな。あんのかな。下の葉。おー、助かるな、そうやってなんかいろいろやってくれると。はい。あれさ、大文字の B だったっけ。まあいいや。まあこれこれでいいや。あ、あんた誰。そうか。門番か。ほう。なるほど。ちょっとこういうのやってもいいかもな。虫結構あれなんじゃない？やってもいいだろ。ちょっとこれ見てみるぜ。ちょっとどのような感じになってるのか気になるな。ちょっと蜂蜜の手どのぐらいちょっとあの手に入ってるのか。おお。なるほど。とりあえず採取してどのぐらい増えたのか、ちょっとそれを確認して。おお。なるほど。餌を変更する。素材なら、ああ、なるほど。そういうあれか。素材なら虫。いろんな虫。どっちがいいんだろう。試してやってみるか、ちょっと。で、相手も蜂蜜で。蜂蜜も割れてないからな。よし。まあ、まあ、とりあえず1やるか。ケルビー。ザイン5頭。ロイヤルハニー。今日の予兆。あ、やばすぎるやつがあるじゃん。とりあえずは。え、誰がいんの今日の予兆。ほら、上に、なんか上に行ってしまうんだけど、なんか死んでる。謎の癖がなんか。謎の癖が出てんだな。さあ、どうだ。またこっか。もう常にここだな。あ、別になんかもうあれだろうな。あ、一応まあ、トイシャー持っとくか。あの、持ってんのかも、買ったんだ。ケルビーいなかったけど、ケルビーも出てくんのかね。じゃあ、ここでハンマー持ってければあれか、そのなんか、めまい。あ、もう早速いいんだ。お！お！あ、そういうこと。それ何なの、それは。全部の武器できんの。お、逃げれた。え、それは助かるな。何本、3本って言ったっけ。まだこういうことやってると俺はキリンにあれだからな。キリンに怒られるからな。え、それ助かるわ。え、なにそれで、なんかもあるじゃん、なんかあの、そういう要素があったらもうそれで古竜のなんつうの、もう古竜の本業やらないやらなんかもあるだろ。もういろいろぶっぱできんじゃん。あ、消えた。
なるほど。そういうあれがあるんですね。で、ジャギーがいて。これ戻ったらいないかな。戻ったらいないのか。おらんな。なにこれ。まだなんかくつろいでんな。これ砥石か。こうが。それでキリンなんつうの、キリンも気絶させて、それでも素材だけなんか剥ぎ取ってるのがあるじゃん。そのできないもん、ちょっと。あ？やってしまったぞ。角、角何個ってたっけ ?3 個か。じゃあとりあえずこれ OK だな。こう、へい。さあ。お金も地味に溜まってんな。それ助かるわ。この最初のこの感じがいいんだよ、これなんかな。じわじわとお金溜まったりとか、素材がどんどん集ま、なんかなんつうの、集まってくるみたいな、そういう感じがあるよね。結構好きなのよね。てん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 。てん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 。お、いいですね。この最初の、こういう感じがいいんだよな。さあ、何があるんだ、素材っつったよな。あー、なんか全然なんかあれじゃねえか、なんか。こっちでいいか。よくわからんな。まあ、その時のあれも言うんだろ、きっと。クオリ。じゃあ、ぶっ倒すか。次、ぶっ倒して。お、ダメだ。なんだろう、このなんか。なかなかその習慣というのは変わんないからな。邪魔するジャギーは倒すべし、なかなかその語呂がいいんだよ、その。いいですね。もう取り下げていいだろうもんな。まあ、取り下げこのマップは。とりあえずマップ。マップかー。なんかもうマップ今もう覚えるのちょっとあれだな。もう大変になってしまったな、なんかもう。まあ、とりあえずちょっとあれだな。まあ、イメージってかなんかあれだな。ちょっと。まあ、下って、まっすぐ行くと広場があってみたいな感じが。広場があり、みたいな。もうそれあれでやるしかないんだな。5度ってたっけ？やっとあれじゃん、実践じゃん。実践とかあれか。まあ、ブルファンが多いだから。えい。倒した。素材もいいだろ、もう。てててて、リリリリリリ。へい。このあれかな、このなんか丸のやつであれかの、なんかあの、あれ、あれだったのかな、スタン状態みたいな。そういうあれか。で、ここは平和。あ、ここもあれなんじゃん。ここ特産機能があるのか。あ、これ取ってもいいかもな。特産機能じゃなかった。なんかし、なんかしびれ、しびれなんじゃなかんじゃない。えい。あと2体が。なんか変な人いんだけど。なんかちょっと若干、でかいというかなんか。え？どっち？こっち？え？ちょっと待って。あ、これジャギー。これ誰？何この負けなかんの？これ誰だ？お父さんが。お前誰だ？恐ろしいやつがいいんだけど。化け物がいいんだけど。なんでこれなんか。謎のあれだよ、これ何？お次が祀られてる。あ、これ蜂蜜か、これ。あ、いいですね。えい。蜂蜜ポイントか、これも置いておくと。ここと、なんかあの木のあるとこだったよな。ロイ、さっきなんかクエストロイヤルなんちゃら感じだったよな。結構こことなんかあれなんちゃう。全然なんかあれじゃん。やっぱ3人いるとあれだよね。その分散するから助かるな、やっぱなんか。それ非常に喜ばしい、喜ばしいあれだわ。へーへーへーへへへへ。ペイントのみか。はんはん。あ、剥ぎ取ってくれんの？敵からも。それすげえなんか助かるな。だいぶいいやつじゃん。ちょっとこれ終わったらもうちょっとあれが、ちょっとキーケーとか見ててもいいかもな。で、この不穏なるか。まあ、一応あれだね。クリア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 。午後。夜。クエストのあれが見てんだけど。何か、誰だそれ。え、あいつかな、ジオンが。
でもその恐怖ってあれだな、なんか。まあ大体なんかあれだな。まあティガレックスのあれだな、なんかあの。おー、夜いいですね。で、そのどうせあれだ、そのロイヤルゼリーがあるところにあれなんじゃないその、キャッツがいいんじゃないその。ちょ、行ってみようぜ。え、また夜は夜でなんか趣あるじゃないですか、ちょっと。なかなかいいあれ、いいあれじゃん。どこだ、ここが。ブルブル、ブルブル、ブルファンゴ、ブルブル、ブルブル、ブルブル、ブルファンゴ。こっか？あれ、どこだっけ？ 6 番か。5、6だったかな。その蜂蜜があったとこ。詳しくね。うわ、絶対いるじゃん。まあ、そういうもんだよな。蜂蜜があるとこに、キャッツはいるとこだ。お、どこだ、どこだ、どこだ。どこ？誰だ、お前は。誰だよ、お前は。お前、やめろ、お前、俺の蜂蜜食うんじゃねえぞ。恐怖の予兆。なんだよ、こいつ。ちょぶっ倒してんだけど、なんか、なんで俺なんか、あ、てっきり、あいつの、その、なんつうの、ジオンが来ると思ったの。まあ、そんなあれが。よし。満足した。俺は俺の、その、あれだ。やんなきゃいけないことつけるから。ひえ。いろいろやらねえ。いて。もう一個の方行くか。こいつあれだろ、なんか。まあ、そのうち飛ばすんだろ、だって。今、装備があれだから、割と貧弱だから。おー、なんか曲もなんかあれだね、やっぱなんか。和風で攻めてるね。あれ、どうだっけ？なんかあったよな。何君たち逃げてんの？何やってんの？え？どうしたの？なんかいたのか？なんかいたのかもしれない。大丈夫か？基本なんかあれだな。まあ、有効的使われ、有効的だな。俺が手を出さなければ。まだいんの？てん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 。すげえな。ポーズが面白いな。クマのポーズ。よし、もらおう、もらっておこう。なあ、今ちょっと買おうと思ったんだけどな。どけえ。俺はこれ取るんだ。声がなんだ、ちょっと変だな。あれ何個持ったっけ？ 3 個ぐらいか。3個。4個？ 4 個か。結構この精霊のあれにちょっと助けられてんじゃん。あれどこだっけ？ここが。ここにあるんだろう。あ、オッケーオッケーオッケー。こう、へい。てれれん。お、すごいなんかあれ一本もらえんじゃん。ユカンポイント。これガンガンやってもらえたらなんかこのなんか、ロイヤルなんじゃらかんじゃらやろ。ちょっと、あれだな。てんてんてれてん。はい。あー、いいですね。ハニーハンター。あいつはハニーが好きなんだな。で、これであれなんだろうな。何が出てくるんだろうな。ドスジャニーか？まずは。ちょっと待って、ちょっと強化してんねんけど。強化。あ、あるじゃない。意識あるな。ブースト、はあ、はあ、何やったらないの。とりあえず有効の木か。有効の木どうなんだろうな。はい。青柱。あいつか？あー、そうなんだ。そういうことでございましたが、まあ、とりあえずもソランちゃんも次回にすっか。じゃあとりあえずまあこれにして、ちょっと温泉行ってみて。今誰かいた？気のせいか。気のせいじゃないかもしれない。いた。青柱ここっと。時系列はどうなってんだろう。あれ、この人なんかこんなこのようなことを言ってるような人がいた気がするんだけど、なんか同じ人なのかな。
それはちょっとポータブルあたりちょっとわかんないな。おなんか人がいっぱいなんかあるな。ギルドマネージャーか。なるほど。尊重クエスト誰とあれなんだろうな。最初に戦うんだろうな。あ、そうなの。あ、効果はないのか。ドリンク屋がある。はあ、はあ、あ、それがあれか。アイルキッチンの流れか。温泉クエスト、温泉クエストがあるの。何それ。あ、それぶっ通すあれなんだ。へえ、そんななのかよくわかんねえな。まあ、とりあえず、まあ、適当にしてやってみるか。じゃあ今度。なるほど、なんかいろいろありそうだな。お、はあ、はあ、なるほどね。なんかいろいろあるんだ。なんかうわ、早くちょっとなんかもう大型のやつと戦いたいな。リオレースとかいいのかな。まだもうあれにいたか、オープニングいたからな。レイヤーがいるってことは、まあ、レースもいいんだ。よし、とりあえずはさらばだ。